で、この予定ではですね、30分ということで、報告が、20分、それから10分で質疑応答という計画をして、よろしくお願いしますか。はい。では、ただいまからですね、講演者、株式会社日本経営システム、小泉周平先生によります、プロキシーアドバイザーの現状と課題、企業を創不平成のプレフレン紹介というテーマで、今から発表、報告をお願いいたします。で、よろしくお願いします。今日はプロクシーアドバイザーということでお話したいと思うんですけども、このプロクシーアドバイザーというのがですね、もともとはアメリカで、出来上がったんですけども、企業のですね、提案、総会に対する議案ですね、そういったものを分析して、それに対して賛成するか反対するかというアドバイスをする、いうような仕事の会社なんですけども、最初に的、これはですね、独立社外取締役への賛成比率ということなんですけども、昔は株主総会と言いましたら、ご存知のようにですね、できるだけ早く終わりそうに、いわゆるシャンシャン総会と言いましてね、これが上場企業の総務部の腕次第ということだったんですね。その代わり総会屋というのもおりましてですね、ここに前にあれしまして、いるわけですけども、この人の会社に総会にですね、お金を払って、お金を払ってというのは、大体総会が発行している雑誌を取ったり、そういった形でお金が渡るわけなんですけども、そういったことで、いろいろ反対したりする人が出ないようにですね、パッとあれしてからもうすぐに手を挙げて、議決に持ち込んで、いいやりませんかということで、済ませていくと。いうようなことだったんですけども、ご存知のように商法の改正、それから大銀行のですね、元頭取が自殺したりしてですね、いうことでもう総会屋に従事られるともう大変なことだということで、もう絶対ダメだということでですね、もう警察も完全に取り締まるようになったわけですね。今はもう総会屋というのはおりません。実際にいなくなりました。それから以前は株式持ち合いということで、会社同士がですね、株式を持ち合いまして、特に銀行なんかたくさんいろんな会社の株を持ってたわけです。それで、なあなあでですね、お互いに株を持ってますからね、反対してあれせずにもう会社の意向でやろうやということでやってたんですけども、これも解消されまして、今でも1割ぐらいはあるんですけども、銀行はですね、もう 5% 以上株を持ったらダメだとかですね、いうようなことにもなりまして、一般の株主が株を持つと、それと一番大きなのが機関投資家が持つという形になってきたわけですね。そうしまして、議決権にですね、議決して議案に賛成するかどうかということをですね、議決の内容が一応開示するといいますかね、することが要求されるようになってきたわけです。ここの会社の取締役議案に賛成しましたよ、反対しましたよということを開示しなきゃいけないということになりまして、といっても全然知らない会社は取締役がどんなことをしたのかということわかんないということで、これを分析してですね、この取締役はこんなひどい取締役だから、選任議案を反対すべきですよと、反対推奨というんですけどね、とか賛成します
まあ、いることをするのがあの私アドバイザーという仕事でございまして、今まではこの、あの取締役の選任議案にですね、賛成するというのがあのもう90何パーセントだったらほとんど 100% 近かったんですけどもね、まあ、この表に見ますように、場合によってはですね、賛成比率、賛成が 58% という会社も出だしたわけですね。まあ、これは当然外国人株主比率が高い会社ほどこの賛成比率が高いと、まあ、50% 以上あったら、まあ賛成はにはなるんですけどもね。でまあ、今、決権行使助言会社というのが、ISS というのとグラスルイスというのが2つあります。まあ、この2つでですね、会社のですね、約 97% ぐらいがカバーしております。ということで、ISS の方が、大きいわけなんです。まあ、そこが日本企業に対するこれ各国ごとによってね、法律も違いますんで、日本企業に対する決権行使基準というのを毎年ですね発表しております。まあ、例えば ISS ですと、まあ5期平均で、ROE が 5% 以上ないとですね、取締役選任議案を否決しなさいと、まあ、いうようなことですね。まあ、こういうことをあれしてるわけですね。まあ、世界中にあれしましてですね、まあ世界上場企業シェアが 87% と 50% ということですから、ほとんど、まあ、カバーしてるということなんですね。で、日本企業の進出の背景というのは、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、外国人投資家というのが非常に増えております。現在取引の約3分の2は外国人株主の売買であります。それから名義はですね、株主は、3分の1がですね、3分の1が外国人株主なんですね。まあ、外国人株主といっても、まあ、日本人ということもあり得るんですけども、外国証券を通じた取引ということなんで、若干、まあ、日本人ももちろん混ざっている可能性あるんですけども、まあ、いうことで、その中でも機関投資家、海外の機関投資家が非常に増えてきたと。でそれが株価を左右するようになっているわけですね。もう3分の2の取引が外国人取引なんですからね、日本企業はね。まあ、いうことで、それから、まあ、ものを言う株主、も増えてきてますし、それから敵対的買収というのも、まあ、問題になったわけですね。まあ、村上ファンドとかね、有名になりましたけれども、それから、まあ、企業不祥事が続いたと。それからこの日本版シュワルシップコードということで、機関投資家の受託者責任というのがですね、まあ、強化されたというのは、これは機関投資家はですね、議決権を行使しなさいと。昔とはもう白紙人だったわけですね、機関投資家というのはね、まあ、好きにしてくださいと、まあ、いうことだったんですけども、それじゃダメですよと。ちゃんとこの会社の議案に賛成か反対かですね、ちゃんとはっきりしなさいよということになったわけです。だから自分で調べてですね、賛成か反対かしなさいと、まあ、いうような法律的なこともあってですね、こういう、プロクシーアドバイザーがですね、活躍する、暗躍するですね、余地が高まったということで、2017年度で言いますと、買収防衛策については、まあ、反対推奨率が 100% と、退職移動金が92とかですね、いうことで、まあ、反対推奨が非常に、まあ、増えてきているわけですね。ですから退職移動金とか買収防衛策はもうほとんど反対されると
まあ、いうことになったわけです。でこれは当然、今この ISS だとかグラスルイスの基準がどうなっているのかということに、戦々恐々としている上場企業が非常に多いわけなんですけども、それはなぜかというと、まあ、先ほど申し上げましたように、外国人、投資家はですね、株主としても3分の1で、そのうちですね、機関投資家と機関投資家がこのプロクシーアドバイザーを利用している企業は大体 40% から 50% と言われているわけですね。意見を聞くというのはね。ということはこのプロクシーアドバイザーの意見に、左右されると、まあ、いうことになるわけです。まあ実際ですね、2002年の、ヒューレット・パッカードがノブが買収するときですね、コンパクトを買収するときに、ヒューレット・パッカードの方は女性の有名なフィオリーナという社長だったんですけども、ISS の方はそれで、フィオリーナの方に、ついたわけですね。それで、創業家ヒューレット・パッカードの、創業家の方に、勝ったわけですね。勝ったということは買収が成功したと、まあ、いうことになりますし、翌年は今度はディズニーで、紛争が起きまして、これは実力の生え抜きというか実力会長のアイズナーという人が会長でありまして、それに対して、ディズニーの創業家ですね、ディズニーの方と争ったわけですけども、この時は創業家の方につきまして、それで実力会長のアイスナーは来ると、まあ、いう形でですね、このプロクシーアドバイザーがついた方が勝つというような形にアメリカの場合は多かったわけです。ですから当然今これは外国人株主比率がですね、高い企業ほど、まあ、これを利用していると。ISS の取締役の選任の議案の、まあ、基準なんですけども、まあ、こういうふうにですね、75% 以上に出席、しなきゃいけませんよとかですね、取締役選任議案でではですね、まあ、こういうふうに社外取締役が最低2名ないともう反対ですよとかですね、もう選任議案に反対しますよだとかですね、まあ、こういうような、断りしているんです。で、またグラスルイスの方は、取締役監査役の総人数の、3分の1以上がですね、独立性を満たしている人じゃないといけませんよとかですね、まあ、こういうようないろんな基準を設けているわけです。取締役の活動状況ですね、それから、グラスルイスの場合にはよそと兼任してもいいですかということで、業務執行者の場合はですね、業務執行役員の場合は3社以上と兼務してるとですね、反対しますよということは、あと1社しか2社しかダメだということですね。だから自分のところとここの会社ともう1社しか兼任できませんよと、それ以上兼任しているところは反対ですと、まあ、いうふうなことだとかですね、こういうことを発表しているわけです。でこれは、まあ、監査役会と監査委員会、監査等委員会ということで、現在、監査厄介の設置会社というのがまだほとんどだったんですけども、監査等委員会という組織形態の会社がものすごく増えてきてるわけですね。この方が非常に、まあ、会社としては楽なわけで、
まあ、社外取締役が監査等委員会になると最低、2人いるわけですけどもね、まあ、それを2人をこう横滑りさせたらいいということで、こういう話をしているわけです。で、社外取締役のは日本では今こういう形になっているわけですね。まあ、ですから社外取締役はストップをかけるということは独裁的な経営者の暴走にストップをかけることは難しいんでですね、日本では必要ないんじゃないかということですね。それから ROE というのは、まあ、こういう借り入れを増やしたりですね、それから自己株式を取得したり、すると ROE が上がる、上げることができる。また目先の投資をしないということにもなりますんでですね、ROE 基準というのは、まあ、これは ROE と社内取締役の数との関係ですね。で、ポイズンビルという、ポイズンビルというのは買収防衛策ということで、大体、まあ、20% 以上こう買い占められたらですね、無償の新株予約権を他の株主に発行することによって、希薄化させてしまうと、まあ、いうようなことなんですけども、まあ、これに対しては、まあ、これまた審査するということで、これはまあ日本ではこういうビッグカメラのは第三者委員会、それから山田電機の第三者委員会はこういう形になっているわけです。それからグラスルーツ、来年から女性取締役が1人いないと反対します、取締役選には反対しますよということなんですけども、女性取締役の比率というのは、まあ、日本はこう今非常に少ないわけですね。日本はここですからね、非常に少ないんですけども、まあ、北欧諸国が、ね、多いんですけども、北欧諸国の場合は、まあ、こういうふうにクォーター制というのをヨーロッパ諸国採用してましてね、ノルウェーなんか女性取締役 44% なんですけども、まあ、実際この制度が形骸化しているわけですね。まあ、プログラムを教育を受けるということで始めるわけですけどもね。で、まあ、経験講師除外会社の助言会社のこのね、役割ということでは、まあ、本来はこういうことなんですけども、上場企業ともですね、コンサルティング契約を結んでるということで、利益相反じゃないかという問題になっているわけです。それから大手2社でほとんど 97% ということで、非競争的になっているというのが問題なんですね。で、まあ、実例をですね、残りの時間でありしたいと思います。まあ、こういうふうにですね、賛成と反対が、プラスルーチ、両方とも賛成する場合と反対する場合、いうことですね。それから今度から顧問ですね、顧問だとか相談役、取締役のない顧問相談役をこの制度をやめなさいというような基準が出てるわけですね。それをやめなさいというか、まあ、新たにそれをその制度を取ったらダメですよということなんですけども、だから今まであるところはいいんですけど、まあ、いうことで今その制度があるところが、まあ3割ぐらい上場企業なんかあるんですけども、また 60% 以上が動いてるんですけども、今までこの顧問と相談役というか現社長とですね OB が争った事案というのがですね、例えば NEC ですね、関本忠人と西垣浩司、それから、富士通の場合、まあ、このファンドまで取引しているファンドがですね、反社会的勢力であるところとですね、結んでるんじゃないかという噂を流したりして、この秋草と野添という二人がですね争った事案ですね。それから東芝の場合は、まあ、西村泰造が院政を引きまして、それから西田というね、この人が西田社長が水増しをやったわけですけども、それでこれがまあ二人は西村派なんですけども、その後反西村派のですね、佐々木が
続いたわけですね。この3代をそれから田中久夫というところまでがですね、全て3人が何て言いますか、三悪人と言われているわけです。これもみんな陰性を引いたりですね、辞めた社長とこう現社長が争っているわけですね。それからシャープですね、シャープも提携ということで、こういういろんな町田会長が出てきたりですね、いろんな人がこう出てきているわけですけども、片山会長、こういういろんな人がこう辞めた人がですね、また口出してまた他のところを提携してきたり、こういうことを繰り返してですね、社内が混迷したわけです。シャープはこういうあれでね、こういうですね。で、最後に大阪館ですけども、ご存知のように、オーナーであった立久氏と文子社長が争いまして、六氏ファイトを親子間でやったわけですけども、ISS もグラスルイスも会社側に立ったわけですね。本来は立久、社長の元社長の方にあれすべきだったのの方がについてたんですけども、ガバナンスが強化されていると、社外取締役がいたりですね、女性取締役の比率が 30% だと、本部社長の方がね、いうようなことで、逆転勝利ということで、久美子社長の方が勝ったんですけども、ご存じのように、その3期連続赤字でですね、今また身売りの危機にさらされているということで、最後ちょっと時間がなくなりましたんで、プロクシーアドバイザーは、いらないというのが結論でありまして、本来は日本企業のことはよくわからないですね、海外のファンドがですね、プロクシーアドバイザーにアドバイスを求めるというのが本来なんですけども、しかし海外ファンドの場合は、儲かった儲からないという、ね、ことで動いてまして、もうプログラムの売買ですね、パッとあれしてますんでね、これはもう、経済圏にあまり興味ない、それから不祥事についても調査能力がないということですね、プロクシーアドバイザーの方はね、細かいことは分からないと、というか新聞の切り抜きばっかりだと、それからアングロサクソンスタンダードのお種類じゃないかと、ROE だとかですね、社外取締役だとかですね、そういうようなお種類だと、それから、官僚が目的先確保になっているのが、社外取締役という制度である、それから無能な外国人役員がこれからどんどん増加するんじゃないかと、これが幅を利かしますとね、いうのが結論で、結論としてはプロクシーアドバイザーというのは、100万円あって一理なし。